長らくやってまいりました。決勝戦もいよいよ。はい。長かった2ヶ月ぐらい。2ヶ月ぐらいの全国に渡ってきた戦いもついにこれで終わります。はい。行きましょう。戦車 A でした。A。ロボコンは10点です。それ以外に何者でもありません。はい、コンコンするだけです。コンコンするだけ。割と両者失点ですよ、やっぱり。はい、うん、お茶だけなしです、これ。はい、最後お茶だけかな。うん、まあね。右端刺繍作戦です。はい、危ない。おー、やられてしまった。さあ、今のうちに倒せられるか。おお。さあ、まずは鈴木選手が一勝。これ結構大事ですよ。おお。さあ、これで、ね、2連勝が連続して、ナイスボール、これだ、いけるか、どうだ、どうだ、重なってる、いやー、つい、まさか重なってるとは思いませんでした、さあ、どっちかも両者取り逃すという、ちょっと最後で、ナイスボールやめちゃったな、ナイスボールやめちゃったな、危ない。危ない。厳しい。いやこれでちょっとね、引き分けを挟みましたけど、はい、リードさんリード。どうでしょうね。これなんかこのままでいくとなんかひどい年齢でフィニッシュになりそうですよね。はい。うん、なんか45歳から43歳とかそんな感じの。親父フィニッシュ。お、邪魔する。危ない。危ない。さあ、先制者っていう、ドイツ、落とせない、ここに落とした、さあ、この両者、1時間、上、うん、はい、さあ、狙い撃ち、残り1個、一番近い、さあ、おー、抜き込んでましたね、いいですね、さあ、続いて、いやー、いいですね、もう決勝戦にふさわしい、いやはり最後ね、ビルだけで、さあ、ここに結構、この剣で回転作れてる、どうでしょうね、さあ、右、厳しい位置にいるのは、実はこれは姉ちゃんの方、逃げるのも似合った。さあ、やられた。やはり左にスクロールだった。こだけ楽しかったですね、はい、左スクロール受けてて、もうそんな風に作ってないんだよな。さあ、あ、やっぱり出ませんでしたね。最後クイズとかないですかね、これ。あー、クイズね。うん、なんかちょっと技能検定の神様降りてきませんかね。あー、そんな魅力あるかな。あ、ね、クイズはね、やったことない人がほとんどだよね、きっと。いや、やったことない人ばっかりじゃないですか。あー、うん、あの、6点から見てた人はね、どうなるか。あ、あの、6点の時はね、割と6点の時は普通に出てたんだけど、あの、不況だったんで、やっぱり1回ぐらいしか出ないようにしますから。なんかね、まあ、見たことあるって人は、まあ、いるかもしれないですけど、実際に自分がプリシュで出したことあるって人は、ほんまにないんじゃないかと思うんですけど。危ないな。そうっすね、これね、ちょっと、ただ、一石、ちょっと楽勝だと思ってると、意外と落としたやつにやられたりしますから、はい、気をつけましょうね。この無肉さ加減がね、いい塩梅でね、はい、まあ、ゲームで見にくいってどうかと思うけど、まず、やっぱりありましたよ、はい、左にちっちゃいのがいました。さあ、これにじゃあチャンス、これ結構いい位置で相手ミスしましたからね、はい、結構ね、遺跡の数差ついたと思いますよ。なんかするのか。さあ、残り3球、ここですよ、勝負のポイント。なんか手の位置がおかしいぞ。なんか狙っているのか、果たしてどう、何をしてくる。おっ、まさかの
していきますね。起きて破りの逆サソリ的な。まさかやってくると思わなかった。あさ、危ない、これ危ないですよ。もう避けた。さあ、足止め作戦、見事的中。これ結構巻き上げてますよ。これはもう分かんないんだ。どうでしょう。さあ、最後決着、これでもう全部決まります。日本一はどっちだ。さあ、ディフェンシブに行ったのはネイチャー。対する攻撃に、さあどうだ。もう思い出すことはない。流血してしまえ。さあ、もう手は気にするな。最後だ。激しい激しい。いやー、早い。ネイチャー落ち着いている。あら、いやー、いない。親父 SOS ならぬ。